はい、どうも、さかねダブルス日記です。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、ちょっとね草島の方に出てきました。ただまあ団体戦なので、組むペアがね一人一人ねちょっと変わったりしてたので、人動画だけね、ちょっと撮らせていただきました。で、僕のペアなんですけども、またね、ちょっとどこかのタイミングで、紹介したいなと思いますので、ちょっと今日のところはね、ちょっと端折りたいなと思っております。一応ね、元プロです。すごいです。実績で言ったらもうかなり雲の上の上の上の存在のね、方なんですけども、結構ね前からダブルス兵庫県のね大会ではダブルス組ましてもらってたことがあるんですけども、久しぶりに、ね、組むということでちょっとテンション上がりました。で、今回なんですけども対戦相手なんですが、一応ねちょっと名前は分かってるんですけど、一応名前はねちょっと今回は伏せときます。またねどっかのタイミングでまたこれもね、出てもらえたらなと思っておりますので、またその時はね楽しみにしといてください。はい、で今回なんですけども、この試合の中で何を見てほしいのかというと、ドクター巨頭の苦手なパターン、まあ言うたらいわゆるドクター巨頭の天敵ですよね、を、ちょっと紹介したいなと思っております。なので、結果から言うとドクター巨頭、惨敗します。でその惨敗するところなんですけども、まあなぜ惨敗するのか、なんでどういうところが苦手なのかで、まあもちろんねごめんなさいペアにもよります。ただペアにもよるんですけども、まあそこをねちょっと紹介していけたらなと思っておりますのでね、ぜひ最後まで楽しんで見てください。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあそしたらね本編の方スタートしていきたいなと思っております。で、対戦相手なんですけども、まず一人はね左利きごめんなさい噛みました左利きの方で、もう一人は、右利きの方ですね。で手前なんですけども、ドクター巨頭が左手前にいます。で、僕のペアは渋と呼んでおきます。でね渋さんはね年上なので、4つ上なんですけども、結構ね昔から組むことがあって、でまあその時はね結構よく組んでた。ほんまに月に1回ぐらいは絶対組んでたんじゃないかなっていうぐらい試合出てたんですけども、ここ2、3年組んでなくって、で、そっからまあ久しぶりの、ペアリングになるので結構戸惑いがありながら組んでました。で、今回なんですけども、まあ、ドクター巨頭の天敵っていう風にね、ちょっと紹介したんですが、もうざっくりと、まず一つ、言っときたいな。あ、ごめんなさい。このね、まずポイントをスロー再生見てみましょう。まあ、いいところですね。リターンしっかり。この状況。今さっきまでリターンダッシュしてたんですが、ここでまあちょっとステイですね。ここをステイして、まあポイントは落としたんですけども、なんか、形を変えていかないといけないなーってな、形だったので、まあリターンダッシュしたら結構叩き込まれてたので、基本的にはまあ後ろでいようかなっていう風な形になりました。で、ドクター巨頭が得意なパターンで言ったら、まずまあ皆さんで、ね、動画見てもらってる方は分かると思うんですけども、基本僕平行陣がめちゃめちゃ得意です。なのでペアも前に来てくれたりとか、まあ自分も前に行くパターンがかなり得意になってます。まあそれはまずなんでなのかって言ったら、学生の時からね、もういた僕中学生の時から平行陣めっちゃしてました。もうリターンダッシュ、サービスダッシュ、なんならシングルでもやってたぐらいの勢いなので、結構ボレーに関してはやっぱ得意な意識があって、まあ前で2人でちょろちょろすることが結構得意でしたね。これちょっとドクター巨頭イージーミス。さあ対戦相手から2-0の15ラブ。ちょっとねここで、ちょっと意識してほしい。これちょっとね面白いポイントなんですが、ドクター巨頭足で返しましたね。サッカーちゃうぞってね、ちょっと自分で突っ込みながらねテニスしてました。で、ここなんですが、まず、対戦相手の素晴らしいところは、もうほぼほぼ眼光で攻めてくるんですよ。もうこれがね、もうこれですね。で、ペアも眼光だと、で、相手も眼光だと、ドクター巨頭一番やりにくいパターンなんですよ。なんで、基本的には、基本的にはですよ。無理な時はもちろんしゃあないんですけども、基本的には、僕と組む人は基本平行出てもらわないと困るような形になります。申し訳ない。ちょっと自分勝手なこと言いますけども、ドクター巨頭と組む人は基本的に前に、
いてくれるか、前が得意な人が一番組みやすいですね。なので後ろに眼光でされてしまうと、結構ねどっちかというと眼光の前の、僕の経験値が結構少ないので、どっちかと言ったら、動き方がね少しね中途半端になってしまって、攻めれるパターンがねだん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 こう狭くなってくるので、失点率がちょっと上がってしまうかなっていうのがドクター巨頭の、まあ、自己分析した形になりますね。で、まず重要なことなんですけど、まあ、結構ね僕試合とか動画上げさせていただいてるんですけども、大体はやっぱ平行陣上がる方と組むことが多いですね。であとはですね、まあ、渋さんもちょっと試合からだいぶ離れてたので、試合感がだいぶなかったんですね。なのでちょっとこう動かなかったりとか、まあ動けるとこはね決めてくれたりするんですけども、このラリー時とかももっと動いてほしいなーって若干思いながらね、言いました。だからドクター巨頭ねこれちょっと見てほしいんですけども、やっぱ試合感あるとこういうのね返せるんですよね。かなり苦しいボール、めちゃめちゃAサーブでめっちゃ速いしめっちゃ曲がりますしね。でこの時にまず1個見てほしいのが、内側をストレート、ストレートラリーになった時に、内側取るか外側取るか問題ですよね。これね、結構昔の動画でもちょっと言ったんですけども、これもね、また動画でまた作りたいなと思ってますので、またその時楽しみにしといてください。基本的に僕は、内側を取っていった方が有利なんじゃないかなっていうふうに思ってる派です。はい。さあ、ここ。もうこの時点でピンチですよね。0-5です。ドクター巨頭渋ペアがちょっとやばいですね。ただ、まあもちろんね諦める気持ちはもうとうないので頑張っていくんですけども、やっぱね対戦相手がねまず一つ、手前のねオレンジの方が同い年なんですけども、右の方がめちゃめちゃ若くて、やっぱね今回負けた理由はもちろん眼光っていうのはあるんですけども、僕らが年行き過ぎた、もうこれに限ります。もうやっぱね何かっていうと熱量がねもう全然ちゃいましたね。まあ試合のポイントでもそうですけども、しっかりと声を出していく。だからやっぱ僕もどっちかって熱いタイプなんですけども、やっぱちょっとこう調子によったりとかすると全然声が出なかったりとかするので、皆さんもねそういう時あるんじゃないかなって。僕結構ね声出す派です。さあここ渋さんうまいね。これまあ、これできるんやったら常に前来てってちょっと思っちゃったんですが、こんなボレーめちゃめちゃええボレー打つんでね。で、ウォッチもしっかりされてますしね。なので、まあ、しっかりとああいう時に、まあ、こういうのやったらもう序盤でこうやってね、しっかり前に来てくれた方が良かったのかなっていうのは、思います。で、ドクター巨頭もね、それにちょっと釣られてしまって、ミスがね、やっぱね、イージーミス多かったですね。まあこうやってしっかりとね、攻める形を作りながらでも、序盤のイージーミスがね、だいぶ響いたなーって思います。なので、まあ、見解で言うと、まあ二人とものね、息がちょっと合わなかった、久しぶりで合わなかったなっていうのが、大きな範囲なのかなっていうのはちょっと思います。やっぱね、相手はね、若いのと、まあ、先輩後輩っていうのがあって、まあ、言ったら信頼感がありながら、やっぱこう、しっかりとね、形が出来上がったのが、もうね、受けててめちゃめちゃ感じました。で、そうこう喋ってるうちにね、ごめんなさい、試合終わっちゃったんですけども、まあ、これでね、1-6で、巨頭渋さんペアがね、ちょっと負けたんですが、これね、ドクター巨頭と対戦する機会のある方、まず一つ覚えておいてください。もちろん、中途半端なことすると僕は得意になります。ただ、対戦相手、自分のペアにもよるんですけども、全然変わってくるんですが、基本的に眼光になるとドクター巨頭弱いです。ただ、ドクター巨頭が弱いのは後ろではなくて前に立った時の眼光がだいぶ弱いので、もちろんね、もし、僕と戦う機会があるのであれば、そういう対戦の仕方も一つしてもいいんじゃないかなと思っております。で、なんでね、こうやって弱点を、晒していくのかって、まあ皆さんね、ちょっと感じるところはあると思うんですけども、ドクター巨頭ね、やっぱそうやって自分がこう磨いていきたいんですよね。なんかこう苦手なパターンだからといってやめるんではなくて、苦手なパターンでも、まあ言ったらこうなった時にほんならこうしようかなって結構いろんなパターンを考えるのが好きなので、そうやってちょっと自分にもね試練を与えているような形でこうやって喋っております。で、まあ少しねおさらいなんですけども、まあ今回はドクター巨頭の天敵というふうにね、ちょっと喋ったんですが、基本的には眼光が、ドクター巨頭は苦手です。ただ、その中でまあもちろん
ペアにもよりますし、対戦相手のストローク技術、ボレーの技術、まあ、行動力っていうのも、関わってくるんですけども、あ、まあそういうところにはかなり苦手意識はあるかなと思います。なので、僕と組む人は基本的に平行時に上がってほしいし、リターンダッシュもできるならしてほしいなっていう方、無理やりではないですけどね、リターンダッシュしてほしいなと思っております。さあ今回はね、個人的な動画になったんですけども、いかがでしたでしょうか。ドクターキドンのね、弱点が分かったと思った方は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もうそろそろね、お時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。